をだから悠々が好きだった人からすれば悲しいし、はい、いや僕は悠々が好きだったってわけじゃないけどもやっぱりそのプロレスの中になんか守らなきゃいけない悠々幻想みたいなのあったから、はい、なんかああこんな感じでっていう,うん変な話2分で。 高田が勝つんじゃねえのとか予想してた場合もあるわけだからミスタープロレスのね、うん、まあ武藤も実際高田と並んでみたらあ武藤体でけえなとも思ったし、はい、やっぱりその交流戦でほかの,その、まあ、前座じゃないですかもっと前にいろいろやったりとかしてるとき、うん、やっぱ新日の選手でかいなっていうのを思いましたよね、うん、特に若手とかが向かい合っ、うん、健介っこんなでかいんやとか。 やっぱあの何ていうかすごくなんか、えー、総合系にシフトしてるから総合系の人のて、はい、マッチョな人いないでしょそんないでるじゃん無駄な筋肉見らないですからね、うん、だからそういう練習なんですよね、うん、U インターはねだからシャープになっていくんですけど、はい、そうですよねだからプロレスラーにいわゆる見せるというか、うん、ああいう筋肉じゃないですもんね、うん、まあ 感動、まあライガーはやっぱ新日時代の佐野選手とのライバル構想があってまだ新日ジュニアだった時いだからその時に佐野さんがいたからライガーは自分はもうすごい輝けたっていうライバル関係あるかタイガーと小林やきみたいなへーそうかでそれが、まあ、いっ向こうあっち行って SWS から u i 退とかになって。 佐野さんが来るんですけどそこで久しぶりにこう向き合うんですよ、はあ、でなんか佐野は U, U‐ インターのプロレスもできるんだけど割とちゃんとライガーの戦い方に合わせるんでそれでなんかやっぱライガーと佐野はちょっと感動があったような気がするけど確かにそうですね佐野さんはそのもちろん新日のリングでも経験豊富やから、うん、まあ どちちらもできるっちゃままあまあ,まあそ,うよだからそこだけ怒りとかなんとかっていうか喧嘩っていう感じじゃなかったやっぱりね再会を喜んでる感じっていうかああまあちょっとそこは感動かなそう考えたやっぱライガーさんもそうですねだから鈴木みのると因縁があってとか、うん、そ MMA 系の人とのやっぱりいろいろあるんですねあまあ一緒のやっぱりね同期だったりその若手で一緒に練習してた人たちだったりするからね。はあうん まあだかから、えー、それも感動かいや感動それは感動やと思いますすごいだから笑いはもうほぼないんだけどまあ0.5って言ったらまああれかなだから柿原と健介ね誰が見たって健介なのよでしたねだけど柿原が勝つのよ勝ちましたはいでその後の「僕がした僕が <laughs> した僕がした僕がした あれのインタビューぐらいかな。それなんでついいけないんですよ。それなんですのそれ、俺ちょっといや、健介がこんなと入ってきたのに、こんなマッチョなのに、まあ割と細身のあの売り出し中のカギアラに負けなんですよ。そうですね。対角差あんだけあったのにみたいな。で、その終わったどうかな、ななんかなんていうのかなと思ったら、ポカーした。ポカーした。って言うのよ。ダメじゃんか。対抗戦でポカーしたら。 そんなそんな正直に言いましたっけ <laughs> そんな <laughs> ポカしたわけじゃないからねまあまあまあそうですねまあポカして負けるとかまあまあ、まあ、勝つも負けるも必然性がありますからね <laughs> たまたま負けちゃったっていうことはないですからかあれでしょう膝十字とかそんなんでなんか<れ>ギブアップ負けじゃなかったっけまあ確かに,確かにそ,そんなだったと思う慶応負けとかじゃなかったはですなんかあれあれあれみたいなそうでしょずっと試合をしてたのにみたいな膝十字でしょでそれで タップだもんね。だから、はい、ポカしてない <laughs> ないんかこうやってヘラヘラしてたら、はい、こうその前、ま、丸ぶ込まれたスリーカウントとかだったらね、はいはい、ポカかもしれないけど、はい、ちゃんとタップしてるんで <laughs> そうですよね関節取られて負けてポカしたっていうのを聞いたことないですよ <laughs> それはそこの練習できてなかったっていうだけなんでだ, <laughs> だからまあ、はい、ね表現があんまり上手じゃなかったというか。 一瞬の隙を突かれた関節だったっていう意味なんでしょうけどまあやっぱたたえないとね一応負けたんだからタップしたんだからそうですよね意味が分からなかったのはポカしたっていうまた「油断した」やったら分かるんですけど油断したとか言ってポカしたっていうまあだからそこぐらいかなだからいやもう勝敗予想をこうしてる中でそこは絶対にやっぱもうケン・スケでしょう当たり前じゃんって思ってたからねそこは負けて。 まあポカしたっていうところが <laughs> っていうこういうだからだから五ぐらだから由インターと新日としての対抗戦としての勝敗のあれは、はい、なんかそんなに競ってるぐらいだと思うんだけどそ,そうですね新日がちょっと勝ち越してるぐらい、うん、かなだけどやっぱ最後のメインなの、はい、インパクトはね。結局大将がどっち勝つかでね、うん、見ちゃいますもんね。だ、まあ、だからこそ未だに 見るんだ見るし語るんだけどなかなか乱発できないやつだよね結局は新日は残ってるけどユウインターはもうなくなっちゃってるわけだからでもねなんなんでしょうねなんやかんやってやっぱ高田さん好きなんですよねいやもちろんもちろんあれで嫌いになったことはないんだけどそうあれでがっかりええとは思いますけど高田さんが好きなんすよねいいんすよあの時の入場も好きよもうう早々とこやっっててて入き ね、トレーニングモン入ってきて、はい、早々とガンをパンと抜いてい<や>もう体見せてね、うん、こうやって歩くの、はい、いやそうなんですやっぱり両団体のエースがやっぱり2人とも花がすごいじゃないいですかうん、うん、すかごい花持ってる2人だからもちろんどっちかが勝者で敗者になるんですけどどっちも見たくないというか、うん、どっちも見たいしどっちも見たくないというか複雑ななんか今の新日みたいにそのはちゃんと華やかにしなあれじゃないじゃないですか髪型とかも。はいはい こう編んでるとか色を入れてとか今は完全にもうかっこよくしてるじゃん岡田も金だったとかじゃないじゃんあの時はたまたま奇跡的にあの武藤もあの髪型なんかちょっとこうちょっとなんかもう途中ぐらいからハゲが出るやつみたいな汗でそうですねべちゃっとしてきたらもう気づいちゃうみたいな高田だって別にちょっとこうちょっとこう固めたぐらいぐらいほんまにそう だけどもうめっちゃかっこいいの2人とも2人ともめちゃくちゃかっこよかったですよマジでねえだから今の選手がとか言うつもりもないですけどたまらんかっこいい試合でしたもんねあの試合っていやそれがもう大将同士だからねなんせねまあだからインパクトよねとにかくインパクトまあ感動感動まあさっきそうやって再開してるライブルだけどまあ どちらかというと本当にもう本当に向き合うんだなっていうそういうい感動と本当にやるんだねっていうこのカード組んだんだなっていうほかに外国人同士のなんかの何とかもうしないのもちろんですけどなんかリングアウトでどうこうとかそんなのももちろん、ね、ないしちゃんと向き合ってちゃんとファンが期待している結果、まあまあ、応援している団体によって勝敗はさて大きいですけど。うん なななかかっったたでですすよ、なんあんなうもう向き合ってるだけでなんだったら高田対武藤がゴロゴロってなってなんか向こう試合とか流してもレフェーストップとか U、はい、アップしないから、はい、てあるでやってもいいのよだけど全然全然向き合ってるだけでもう拍手だから、はい、しかも,もう全部ちゃんと勝敗がついてるから、はい、ポカはあるけどねはあれも勝敗ついてるですタップしてますから自分で <laughs> そしたら負けたやつは全部ポカしたって言えばいいからね <laughs> そうそういやいや <laughs> 言ったとて負けは負けけはですからあ<ー>確かにあの交流戦でこの試合より超えたインパクトのいやだからまあもちろんあのちゃんとした対抗戦でっていうものではもうこれ以上のやつはないないっすよ、ね、もちろん1試合だけ例えばその俺がいつも好きなあの三郷小川とかそういうのはちょこちょこありますよもちろん、はいはい、WAR と新日とかもあったし、はい、あだけどもう完全対抗戦全試合 いや見たことないしかもまあもちろんその団体によって戦い方あるでしょうけどもう流派が違いすぎるから、うん、プロレス新日のプロレスと全日のプロレスというのはなく新日の U インターっていうも、うん、まあ一種格闘技みたいな戦いでしたからどう絡み合うんだろう、うん、みたいなところからあのー、やっぱプロレスを今一緒に盛り上げていこうっていうちゃんとした真面目な姿勢が見えるじゃないだって本当に喧嘩してたからさ。 この工業のためにななんんてて思ってないんだよ、はい、たまたまそれを利用して今こうなっただけで<ー>ずーっともう長年の喧嘩があるから<ー>だからもうみんなそれを知ってるわけよねそれではと盛り上がったけどこの団体とこの団体で無理やりこうやろうって言ってもその喧嘩はなかなか生まれないいい試合はたくさんできるかもあのピリピリあんな若手がこう「ああ、うん、とか言ってやってるのはい、はい、もう見れないかもね一生確かにそうっすね今もうん年 三十年前も役まあそうですね。いやそうですよ、うん。ラジオやってましたね。ちょうど生放送僕はこの時。あ<っ>、行って行けてないんですよ。あ、そうなんですね。ラジオって生放送で二時間ぐらいの生放送だからちょこちょこ CM のたびにブースの外出てって、はいはい、こうなんかその時ファックスだったから、はい、ファックスでこうなんか結果がどこどこどこやんの。はい、あ、これとこれ、あそうかそうかってまた、ね、<laughs> 休みの日交流戦交流戦の結果 <laughs> ファックスで見たんですかファンからの。<laughs> リスナーからの、<laughs> すごいなあ。みたいので、ええ。高田が四の時代みたいな。すごかったよ、その。注目度が違いましたもんね。すべて,て。いやー、もう、こんな、それを見に行った人だけじゃなくさ、みんな見てると思うんだけど、テレビとかで、はい、あんなんだけど、もう、はい、こんなやって。いつまでも喋ってられるから、ね、いつまでも、ぱっとしがんでられますね。この大会、二十分ぐらい前から,前から、マイカリーガーもう早く終わるよみたいな顔してるけど。<laughs> <laughs> もうこれもうグラフ書いてんならもういいだろうみたいな <laughs> いやまあそれはね <laughs> でもずーっと話してるよね今大会これはほんますごかった <うん S 1> いやまあもしかしたら若い方で見てない方もいるかもしれませんから <あー S 1> だからそのぜひバックその何だよな バックグラウンドというか、そこまで含めて、勉強して、まあ、あま、アマプラの、有田と週刊プロレスの方で。もう、長い歴史は全部語ってますから。予習していただいて。き、き、きや綾部ですから。いや、そうっす。最高のきやですから。綾部は。綾部の最高の仕事ですからね。あいつ、あいつはね、興味あるふりしてくれますから。 いやでもほんまに予習してから見ていただきたいやっぱそのピリピリとかちょっと伝わればいいなと思いますねしかもほんま最高にかっこいいっすほんまにかっこよかったそのスイングするいわゆる名勝負とかいい試合はないっすようんうんそうですね技のいい攻防もないっすうんみたいなうんその流れ式のなんとかとかもないっすだけどそんな戦ってんなみたいな気持ちと気持ちがドワンっていってる感じですもんね全試合それが見れると思うんではいはい こんな感じですかね。本日は以上でございます。はい、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いします。お前、相方。